我らエーデル、そして諸君とで数多くの舞台にこれまで挑んできた美女と野獣、ペルセウスの英雄譚、アンドロメダの恋愛譚、枚挙にいとまがないほどだ。そしてそのすべてに全身全霊で挑み進化を遂げてきた。すべてはシークフェルトのエーデルの象徴たる舞台エリシオンのために。次に演じる舞台も同じだ。全身全霊すべてをかけ望む。たとえそれがあのクオン・レイナ氏が手掛けた脚本であったとしても。私からは以上だ。お静かに。次に副生徒会長大鳥満から説明いたします。はいはい。みんな今どんな気持ち？楽しみ？それとも不安？うん、半々か不安の方が多そうだね。クオン・レーナ先生、我がシークフェルト音楽学院の卒業生でもある世界的な戯曲家、若くして世界的な賞をすでにいくつも取っている新進気鋭の奇才。その戯曲の難易度は非常に高く、彼女がその出来を認めない限り上演は許されない。そんなクオン先生からあなたたちエーデルのための舞台を書きたいって連絡を聞いた時は、私もすごくドキドキした。このお話エーデルとして受けない理由なんて全くない。さらなる高みへ私たちは行けるんだって。不安がっている場合じゃないよ、みんな。私たちエーデルはもう覚悟はできている。うん、みんないい目になったね。それでは次に作っていただいた脚本について説明するよ。タイトルはロイヤル・リテイナー、和訳は中心って聞いたらピンとくる人もいるかもね。そう、ロイヤル・リテイナーは中心蔵をアレンジして作られた戯曲なの。しかも私たちエーデルで当て書きしてね。物語の舞台は架空の近代国家、登場人物も侍じゃなくて若き将校たち。赤穂浪士の討ち入りをベースにしてるから名前のついてる役がたくさんあるよ。うん、気合十分って顔だね。クオン先生の思いに報いるような舞台にしようね。皆さん、ロイヤルリテイナー公演に向けて士気が高まっていましたね。ミチルの計算通りといったところか。あれ、二人だけ？さっきは集会お疲れ様。みんないい感じだったね。それからじゃーん、完成した脚本がクオン先生から届いたよ。アキラとメイファンには先に渡しておくね。ついに来たか。さすがはクオン先生の脚本だ。シークフェルトやエーデルをかように描くとは。舞台設定もシークフェルトの制度や文化を生かしてくれたみたいだね。それでいて中心蔵の要素も十分。すごい脚本だよ。私は元となった中心蔵のことをあまりよく知らなかったので少し勉強したんですが、稽古開始までにもっと理解を深めておきます。中心蔵ってそっちじゃメジャーじゃなかった？そうですね。あ、でもオマージュ作品なら見たことがあります。ドラゴンとの対決が見せ場でした。そういうアレンジをされた映画もあるみたいだけど今回は違うよ。ミチルがおすすめを選んであげるから一緒に見よう。ぜひ。それにしても大変な熱量の脚本ですね。私たちエーデルが精鋭揃いの第47特殊両兵班のメンバーをどう演じるか今から胸が高鳴ります。物語の冒頭、上官の訃報を受ける第47特殊両兵班の将校たち。しかしそれは不可解なものだった。上官の不可解な死と何者かの策略により解体を命じられる第47特殊両兵班、そして
謹慎処分を受ける班員たち。しかし、信頼する上官の死に疑いを持った班員たちは、独自に動き出し、真相を究明しようとする。上官への忠誠心や、誇りを守るための団結力は、フラウ・プラティーン要する、私たちシークフェルトの文化を彷彿とさせるような描かれ方になっていました。班員たちが立ち上がるシーンは感情移入してしまって、心が熱く燃え上がりました。その様子じゃ元となった忠臣蔵も楽しんで見れそうだね。私が知っている映画もスペクタクルでしたが、こちらは上官と部隊への忠義がストレートに描かれた熱いストーリーですね。それこそが忠臣蔵が長く愛される理由だ。時代を超えた人間の根底、義という軸はぶれることなく、時代に合わせて形を変えていっている。エリシオンとはまた違ったシークフェルトを見せられる舞台にしようね。はい、必ず。うん、あーキラ、ミチルか。ロイヤルリテーナーの脚本読んでたんでしょ。どうだった？そうだな、まさに我々が演じるべき新たなる忠臣蔵と言えるだろう。世界的に活躍する戯曲家クオン・レイナの名は伊達ではない。アキラの役についてはどう？上官の死を不審に思い仇討ちを画策する第47特殊両兵班班長ヒル・アンロンことクラウス・ウォード。班の解体が決まってからは叫びたりのふりをして班員たちの目すら欺きながら仇討ちの準備を進める切れ者。忠臣蔵の登場人物では大石蔵之介にあたる役だ。ヒル・アンドンという呼び名の通り、普段はいてもいなくても変わらないが、上官の死を最も悲しみ最も疑った人物だ。演劇や映画でも大石蔵之介は貫禄のあるスターが演じるから、アキラにぴったりだね。それを言うならクラウスの懐刀ヨシュア・ケイネッツもミチルにおあつらえ向きの役だろう。第47特殊両兵班のナンバー2にして班長クラウスの腹心、普段から班員たち全ての行動を把握し表に立つことの少ないクラウスに代わって班をまとめる秀才。討ち入りの際は作戦立案、地図の作成、武器の入手、その全てを担当し八面六臂の活躍を見せる。まさにフラウ・プラティーンの腹心、フラウ・ザ・フィーア、大鳥ミチルだな。でもミチルだけじゃないよ。メイファンもヤチオもシオリのこともよくリサーチして役を当てているなって思うよね。この間忙しい合間を縫ってクオン先生が私たちに取材してくれたのも脚本にしっかり生かされてるって感じ。取材自体はほんの短い時間だったけど、きっとあの取材以外にも過去の公演をたくさん見たりして研究されたんじゃないかな。だが私たちがありのままの自分で演じればいいなどという安易な話でもない。主要となる役には余白のようなものが残されている。これに気づかず演技をすればいかに素晴らしい戯曲であってもダサ作となるだろう。まさに画料転生を書くってやつだね。さすがはクオン・レイナ先生の作品、一筋縄ではいかないね。気負っているのか。アキラもでしょ。ミチルの目はごまかせないよ。私たちの手によってこの世に初めて産み落とされる舞台だ。重圧を感じずにいられるわけがない。もう本当に舞台バカなんだから。ミチルは違うのか。それもあるけど、もっと気苦労もあるの。ネームバリューのある戯曲家による脚本、郊外へのアピール力も申し分ないし、絶好の機会。エーデルにとってすごいターニングポイントだよ。ミチルはこの舞台でエーデルをもう一段上に持っていきたいの。そのためには裏方として広報もできる限りのことをして何としても成功させなきゃ。現役エーデルとして先輩方へのご挨拶に
情報出しのタイミング、その手段の検討、今から目が回りそうだよ。ということで、明日からかなりハードスケジュールだよ。はい、これが公演までの残りタスクのリスト。あとこっちがマイルストーンね。ミチル演じるヨシアのモデル、吉田駐在門金助も顔負けだな。作戦の成功は大石蔵之介の遂行あってこそだけどね。クラウスや大石蔵之介のようにヒルアンドというわけにはいかないか。当たり前でしょ。はい、こっちが一日の詳細スケジュールね。これは食事の時間や就寝の時間まで決まっているのか。もちろん、残された時間を最大限使うよ。人事を尽くして天命を待つのみ。自分の役割すら役作りに生かすとは、相変わらず抜け目がないな。舞台のためなら何だって利用するよ。舞台少女だからね。